はい、どうもドラマ MDB です。今回はねトップ100いけましたというわけで、まあ久しぶりのね検証動画、まあ投稿していきたいなと。経験値検証動画ですね。トップ100に入るのにどんぐらい経験値が必要かというわけで、まあ前回は確かトップ500までかな、うん、トップ500入るにはまあ 355,900EXP 必要ですよっていうのをね、言ったと思うんですけど、今回はねトップ100まで調べることができたんで、まあね、500から400、300、200、100って感じで、順々にね、まあ、発表していこうかなと思います。じゃあ、まずはね、トップ400から早速行きましょうか。トップ400はね、391,600EXP ですね。うん。391,600なんで、まあ、約、うん。前回から、まあ、追加で 35,700EXP、うん、必要になってくるって感じですね。うん。まあ星51匹もいかないぐらい、星4ぐらいかな、うん、星41匹分ぐらいですね多分。でまあ500から400に上がれますよって感じです。まあここら辺からマジでね時間かかるよね。前1000から500調べてんけど、1000から500 10万 EXP ぐらいで終わったんですけど、今回だいぶかかったんで、ね、それの3、4倍はかかってるんで、まあ結構ねなかなか上がらなかったですね、ランキングは。じゃあ次、トップ、なんぼや、300か。トップ300いきますか。トップ300は、438,800EXP ですね。うん。僕が調べた時点でですよ。うん。なんで今はもうちょい上がってるかなって感じですね。で、まあ400から300に上げるのに、47,200EXP ですね、うん。これはもう星5より多いです。うん。星5一体分以上の経験値が、がないと400位から300位には上がれないですね。うん。これだいぶきついよね、正直。うん。こっち5一体分の経験値集めて、やっと100位上げれるか上げれへんかみたいな感じなんで。まあでもここまではね、まだいいんですよ、全然。うん。こっからね、300位から200位がね、マジで長い。うん。マジで長いんで、まあちょっと発表していきますか、すぐ。200位に入るのに必要な経験値はですね、528,800EXP ですね。これやばくない？うん。300から200に上げるのに 90,000EXP。うん。ほぼ約9万必要なんですよ。これ星52体分以上なんで、うん。だいぶ時間かかります、正直。うん。うん、まあ、200位まで来れたら、最近出たキャラクター、まあ、マッシュとか、まあ、ババはちょっと1位がメテオラさんなんで、無理なんですけど、100万超えてるんで。ババとか、じゃあ、ババじゃない。マッシュとかクッカーはね、1位全然余裕でいきますね。なんならチュチュとかもいけるんちゃう。チュチュとか、ビベリあたり。わからんけどね、うん。いけるんじゃないかなって感じです。はい、1位。もう200位まで入れたら。うん。まあそんな感じかな。うん。まあだいぶ長いね、300から200は、本当に。まあ、平均して 900EXP で1ランク、うん、上がる感じですね。1位。じゃあ最後いきますか。100位。トップ100ね。いきます。トップ100はですね、677,700というわけで、もうだいぶえぐいよ。200から100位になるのに、さらに 148,000EXP 必要なんですよね。まあ、148,000 でどんぐらいかっていうと、3000位いくぐらいです。うん。ゼロのキャラから、EXP がゼロのキャラから3000いくぐらいまで、と約同じぐらい必要ですね。だから、ひよこから3000行くのと、200位から100位行くのは、ほぼ同じです。はい。もう、これがね、だいぶ長いんよね。だいぶ時間かかったもん。うん。前上げたん、一瞬やったっていうぐらい、ほんまに。だいぶ時間かかりましたね。というわけでね、まあ今回はね、こんな感じでサクッと紹介したんで、まあ終わっていこうかな。うん、100から50やってもいいねんけど、まあ、正直ね、ランキング確認できるんですよね、もう100位まで来たら。あとは見ればね、もう、計算しなくてもね、ご利用しできるんですよね。全員ランキングインしてるんで。まあ、一応やっとく、100から50も。まあ、50からね、もう見やすくね、トータルランキングで見えるからいいと思うねんけど。まあ、一応やっとく、まあ、できたらやりますって感じかな。うん。じゃあ、まあ、今回こんな感じで終わっていきたいなと思います。まだね、次回以降の動画もね、見てくれたら嬉しいです。それではありがとうございました。See you!